乗船寺は愛知県名古屋市中村区にある日蓮宗の寺院。3号は太閤山。豊臣秀吉の生誕地と伝えられている。九本山は加谷津明勝寺。当地は豊臣秀吉の生誕地である。秀吉の死後の慶長11年に加藤清正が演従院秘書承人を解散に招き、報告大名人平等として創建した。寺名は、 秀吉の誕生当時、金剛に、たぐいのない清水のあふれる井戸があったことから、定められたという。ご神体である、豊臣秀吉の即対等官像は、木直共産上人の彫刻である。当初は、大阪城に置かれていたものだが、清正が豊臣秀頼に願い出て譲り受け、当地に建て祭ったものである。名古屋城の築城を手伝わされていた、加藤清正は、 名古屋城の完成後、慶長16年に本陣としていた刈屋を、秘書商人に記者し、仏殿に改築し、妙行殿とした。現長年夏、平道から出火し、ほとんどの建物が消失する。その後、火、元武商人が焼け跡に騒動を立てて、乗船寺とし、焼け残った妙行殿は、妙行寺に、改めて弟子の日明に授けた。境内には、 豊か太閤うぶゆの井戸や秀吉が天文16年に自ら植えたというヒイラギなどがあり、時報として、秀吉の肖像画や上記の秀吉木像のほか、秀吉所持と伝えられる災配茶釜、硯などが所蔵されている。ありがとうございます。